現場の西山さん。はい、1月9日。はい。1月8日でしたっけ？1月8日ですね。ですね。なんか、冷蔵庫の中入ってるみたいな感じですよね。はい。寒いっす。寒いっすね。じゃあ、空見ましょうか。はい。どんな感じですか？今日は晴れそうですかね。はい。晴れのち曇り。はい。今の気温は1度、はい、朝の6時ぐらいですね、はい、で最低気温が1度で、はい、最高気温が12度ぐらいまで上がりますね、はい、まあ、昨日と同じ感じの天気温だと思いますね、はい、木村君、はい、春の七草って知ってますか？春の七草、はい、なんか国語とかで覚えませんでした？国語とかで覚えてないですね。覚えてないですか？はい。春の七草。セリナズナ。鈴代。セリナズナ。鈴代。仏の座。加賀さん何でしたっけ？自分も覚えてないですね。七つあるんですよね。はい。知ってました？いや、わかんなかったです。セリナズナ。鈴代、仏の座、まあそんな感じですね、はい、そういうの食べるといいみたいですね。そうですね。明日は日曜日、はい、今日日曜日、今日日曜日です。で、祭日が月曜日、祭日だから、はい、忙しいですかね。どうですかね。お店入、お客さん入ってくれればいいですね、はい、今日また車の中で狙ったんですよ、もう。あ、朝7時から夕方の5時まで。ありっす。ありっす。寒い。寒い。寒い。